複数事業を経営運営されている今と過去のリラクルで活躍されていた時とリラクルで活躍されていた時と今で何か価値観が変わったということでしょうか。リラクルの時は要するにですね、一つの事業でお金を儲けて、でこれはちょっとビジネス的にリスクがあるから分散しようってことで売却したっていうのもあるんですよ。でリラクル以外もやろうと思ったんですが、リラクルのその出店余地とか拡大の余地が大きすぎてですね、そこに集中した方がやっぱり良かったんですけども、今の他の事業は正直、集中しようが集中しまいが、リラクルと同じようなペースで出店できそうな感じなんですよ。なので複数事業やってます。あの時に僕が能力があって複数の社長を雇って、複数事業やれてたんだったらやってたかもしれないですけれども、今その能力がだいぶ身についてるんで多分できるのかなとは思いますね。はい。